ノルウェーの森、村上春樹、第1章。僕は37歳で、その時ボーイング747のシートに座っていた。その巨大な飛行機は分厚い雨雲をくぐり抜けて降下し、ハンブルク空港に着陸しようとしているところだった。11月の冷ややかな雨が大地を暗く染め、雨がっぱを着た整備工たちや、のっぺりとした空港ビルの上に立った旗や、BMW の広告板や、そんな何もかもをフランドル派の陰鬱内の背景のように見せていた。やれやれまたドイツか、と僕は思った。飛行機が着陸を完了すると、禁煙のサインが消え、天井のスピーカーから小さな音で BGM が流れ始めた。それはどこかのオーケストラが甘く演奏するビートルズのノルウェーの森だった。そしてそのメロディーは、いつものように僕を混乱させた。いや、いつもとは比べ物にならないくらい激しく僕を混乱させ揺る動かした。僕は頭が張り裂けてしまわないように身をかがめて両手で顔を覆い、そのままじっとしていた。やがてドイツ人のスチュワーデスがやってきて、気分が悪いのかと英語で聞いた。大丈夫、少しめまいがしただけだと僕は答えた。本当に大丈夫？大丈夫です、ありがとう、と僕は言った。スチュワーデスはにっこりと笑って言ってしまい、音楽はビリー・ジョエルの曲に変わった。僕は顔を上げて、北海の上空に浮かんだ黒い雲を眺め、自分がこれまでの人生の過程で失ってきた多くのもののことを考えた。失われた時間、死に、あるいは去っていった人々、もう戻ることのない思い。飛行機が完全にストップして、人々がシートベルトを外し、物入れの中からバッグやら上着やらを取り出し始めるまで、僕はずっとあの草原の中にいた。僕は草の匂いを嗅ぎ、肌に風を感じ、鳥の声を聞いた。それは1969年の秋で、僕はもうすぐ二十歳になろうとしていた。前と同じスチュワーデスがやってきて、僕の隣に腰を下ろし、もう大丈夫かと尋ねた。大丈夫です、ありがとう。ちょっと悲しくなっただけだから。It's alright now, thank you, I only felt lonely, you know, と僕は言って微笑んだ。Well, I feel same way, same things. When you're well, I know what you mean. そういうこと、私にも時々ありますよ。よくわかります。彼女はそう言って首を振り、席から立ち上がって、とても素敵な笑顔を僕に向けてくれた。I hope you'll have a nice trip. Au Wiedersehen. 良いご旅行よ。さようなら。Au Wiedersehen. と僕も言った。